一応、全日程終了したんで、個人タイトルを見ておこうかなと思います。MVP は千賀さんか。沢村賞、千賀さん。で新人王が、我ら、佐々木くん。で首位打者が、3割ない。荻野さんが、首位打者、3割ありません。ホームラン王はグラシアル。打点王は中村さん。あ、結構、蛇行ではないんやな、ほな。最多安打も167。どういうこと？で、最多勝は高橋くん、18勝。で、最優秀防御率、佐々木くんと。脱三振やば。なんかおかしいな。で、平井さん。セリーグも見ときましょうか。新人王近本くん。そうか。本塁打王59。外。ボール、洋島さん。セリーグの最多勝は12勝。佐々木くんと一緒ですね。セリーグやったらいけましたね。なし。最多セーブに藤川さんと安明くん。なるほど。ベストナインは佐々木くんが選ばれました。セリーグはこんな感じ。月間 MVP は佐々木くんがすごいな。岩隈さんが取ってますね。坂本さんの8月やばいな。バグってる。ゴールデングラブと。ライトに高部くんが入っている。なるほど。うちは佐々木くんがそうなめっていう感じですね。野手記録とか見ときましょうか。清宮くんが連続試合本塁打5本。5試合。郡司くん。62打席ってやばいな。井上くんがサヨナラ本塁打ってますね。最多打点はもう、うちのチームでやられてます。デスパイネに。清宮くんが、うちのチームがやっている。これは佐々木くんやな。最多失策。そうか。じゃあ、ちょっと次へ進みます。すごい主力が、平田さん、坂本さん、沢村さん、相沢さん。ギータもいる。ただうちには関係ない。契約更新。行きましょう。おっと。1億5000万。ふっかけてきたな。さすがにそれはちょっとね、1億にしましょう。近く6000万。ちょっと高いね。4000万。井上くんも高い。この成績で、よう4000万言ってきたな。試合数は評価したとしても、高いわ。3500。あとは、このままでいいかな。さあ、ドラフト会議。うちは指名しません。指名はしないが、ちょっちょっとどんな選手がいるのか。福森。長田。たまにすっごい強い選手が出てきたりするんですけどね。ああ、このキャッチャー。良さそう。関西ビッグ3。欲しいな。うわ、強っ。こやつは強い。取りてー。わあ、これも強い。やっぱ社会人は即戦力が揃っている。しかしうちは取れない。しゃあない。指名しません。自由契約。大竹さんがハーフ。あ、鳥谷さんが。そうか。藤井さんもか。安倍さんが殿堂入りと。さあ、キャンプです。ここでちょっとね、上げていきたい。はい。ということで、設定終わりました。佐々木くんは疲労回復にしようかなと。怪我で抜けたら多分一番痛いんで、とりあえずここを C ぐらいまで上げたいなと。で、あとは9位上がってない人は9位を上げて、で、9位の上がりが悪くなった人は変化レベルの総合強化。あとは請求とかもやってます。でみんな結構やっぱり若いんで、すごい伸びてます。急激に。これひょっとしたら、5年目ぐらいには、いい感じでいけるんじゃないかな。みんなね、順調に上がってるんですよ。これがグラフなんですけど、ググって。でみんな300ぐらいいったらかなり強くなるんで、かなり上がってきてる。で、野手は総合打撃をしていく感じで。石川君はもうパワー A。森君も非常にバランスがいい。伸びしろがすごいわ。で、一番やばいのが佐藤君。佐藤君はもう、ぐいぐい来てる。成長期。これは1番バッター。井上くんもパワー A 間近と。基本的に打撃上がってない人は上げて、であとは守備固め要員として守備も上げてる人を何人か設定してます。楽しみやな。キャンプ地、オーストラリア。はい。ちょっと変えてみました。1年目とは、多少変わった感じですかね。先発とか、そこまで大きくは変わってませんが、まず抑えを吉田くんにしようかなと。ここを変更しました。で、中継ぎも結構育ってきたんで、強い選手を比較的入れてます。うん。で、野手。野手も、セカンドに上野くん。上野くんも成長かなりしてるんで、去年は8試合か。ただ能力的にはかなり、低弾道かでも。で、外野は、センターに佐藤くん。佐藤くんは強い。めちゃめちゃ強い。ただ低弾道か。この弾道とか変えるもありっすね。森くん、石川くん、4番は井上くんと。もう少しやな。あ、軽く変えました。で、これは DH ないバージョンですね。で、疲労が溜まったりして怪我するんで、その辺も、まあ、うまいこと、交代しながらやっていきたいなと思います。さあ、開幕です。まあ、2年目の開幕も、ちょっと試合は見ていこうかなと思います。ただ、佐々木くんは絶不調。あ、郡司くんが A。あ、守備も上がってきたな。軽くスタメン見ますか。佐藤君で、2番森君と、で3番石川君、4番井上君で、5番に上野君、6番高部君で、郡司君で、佐藤君、宇草君。あ、ここ変えようかな。まあ、ええか。とりあえずこれで行ってみます。観戦。さあ、開幕戦は勝ちたいですね。今日から始まっています。東北楽天ゴールデンイーグルスはここ楽天生命パーク宮城にファイターズを迎えての開幕戦となります。解説は全員兄弟かな。さあ。さあ、イーグルス先制のピンチです。やはり先取点はやりたくないんで、やりたくない、集中したいですよね。なるほど、調子の悪さが気になる。さあ、そのマウンド上の、よし、このピンチをどう切り抜けてくるのか。このカウントは厳しめにいきたいですよね。外のボール打った。オッケーオッケーオッケー、イージーイージー。先制することはできませんでした。さあ、先ほどのさあ、おっ、3安打してる佐藤君、昨シーズン、昨シーズンは見ていられない成績。しかし今年は違う。有原、有原には相性がいいぞ。頼んだぞ言うて。見逃せばボールかというところ、手が出てしまいました。これも外の高め。いいよ。今度は見送りました。惜しい、惜しい、見逃しだけやめよう。よしよし、しゃあない。空振り OK よ。空振りは許す。見逃しはやめよう。いいボール投げるな。よしよし。さあ、3球目は何か。これは足元への変化球。入らないか、点。あー、ファウル。よし。あー、惜しい。いいよ。明るい。未来が明るい。2番ワンボール。そして迎えるバッターは DH ワンボーロン。2番にワンボーロン。今年の最優秀防御率をなめるな。進塁打か。怖いな。今すぐだ。よし。オッケーオッケー。オッケーです。これが先ほどのプレーになります。さあ、ここで迎えるバッターはワンボーロン。同じく。牽制、タッチもセーフ。いいよ。追い込んだ。うわっ、返すな。返すな。うわー、西川かこれ。はえー、はえーわ。いやー、先制された。返そう。またもやピンチ。低め決まってストライク。オッケーオッケー。高めワンボールツーストライクです。これはいける。オッケー。1点なら取れる。取れるはずや。なぜだ。バッターボックスワンボール。ここ抑えてくれ。フォアボールでピンチを広げています。さあ点差は離されたくないこの場面。ほい。オッケー。外高め決まってストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。いよいよ。ボールでいい。牽制。牽制。二塁タッチもセーフ。オッケーオッケーオッケー。よしよし。取ろう。きた。ちょっと代打、あ、出せないんか。しゃあないな。バッターボックスには佐藤入っています。行こう、思い切って。いいぞいいぞ、帰れ。無理か、無理やな。あー素晴らしい。頼む。ボテボテの二塁、セカンドゴロでもいい。ああああああ、マジか。ファーストゴロは無理やな。アウトやね。佐藤君頼む。君の能力はだいぶいけてる。ではここで追いついておかないと厳しくなってきますね。なるほど、そうですね。よし、帰れないか。あー、帰れない。センター前ヒット。佐藤、これが今日の初ヒット。見事なバッティングでした。さあ、ダイソー。一塁ランナーにダイソー。ちゃんと繋がったんで、ここが大事ですね。頼む、森君。で打席には2番の森入っています。ああ無理か。そう、1点が遠い。逆転のピンチをしのぎました。遠いな。先ほどのシーンリプレイ。よし。さあイーグルス。チャンスを2安打。ここで同点にできれば逆転勝ちの流れになってきますよね。うん、そうですよね。さあ攻め立てろ。バッターボックスには高部入っています。うん。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから。うわー、走れ。いける。うわー。痛い。同点に持ち込めるチャンスだったんですが、最後は。うわー、負けたか。開幕が勝てず。負けちゃったな。惜しいな、でも。9安打してますからね、言うて。それが去年との差、明らかに成長している。